今回は髪質改善カラーの応用編をやっていきたいと思います。こちらはビフォアの状態です。まずお席で、今回は白髪染めですね、こちらを塗っていきます。時間を置かずにそのままシャンプー台に来まして、モンガオイル還元剤をつけます。髪の毛はやっぱり還元をして形を変えない限りなかなかツヤが出て見えないんですね。ツヤは反射ですから、髪をある程度綺麗にまっすぐにならないとツヤが出て見えないんですね。それで還元剤をつけます。その後にピンクスパイダーをつけます。それでこのですね、モンガオイル還元剤とピンクスパイダーの組み合わせが以前の動画でもやってるんですけれども、一番最強の組み合わせだったんですね。僕の検証の結果によると一番弾力があって綺麗な状態を作れたという検証があったんで、この2つは組み合わせですね、大体。でオイル還元剤とピンクスパイダーとこのカラーミューズですね、こちらをつけてます。カラーミューズはピンクとクリアを1対1でやっております。はい。でですね、最初にピンクスパイダーとモモンガオイルをつけたんですけれども、もしそんなに髪を変成させるというか、髪の形状をそんなにこう変える必要がない方だったら、もうここからスタートしてもいいんですね。最初のプレのモンガオイル還元剤とピンクスパイダーをなしで、ここのカラーからスタートしても全然いいんですね。でより還元させて形を変えたいんで、僕はプレでこうつけたということです。その後にカラーをこういう風に塗ってるっていう感じで2段階にしてます。全然ここからスタートしても問題ありません。で全体になじませて、いきます。はい。流さずに席に戻ります。で席で全体にきれいにコーミングをして時間を置きます。でシャンプーをしましたら、シャンプー終わったら今度モモがトリートメントで、ケアをしていきます。こちらはネットで溶いた方が効果的なので、ぜひやってみてください。はい、こちらはね、栄養分と思ってください。簡単に言うと、張り腰を出したりとかですね、国産のハーブを使ったりとかして、あと酸とかシステインとか、そうですね、いろんなものをちょっと使っておりまして、これを髪につけて、はい、張り腰を出していきます。でこれね、意外とポイントなんですけれども、皆さん長い髪のところに注目しちゃうと思うんですが、実はこの長い髪に隠れた生え変わりの短い毛とかも一本一本張り腰が出るんで、本当のツヤが出るんですね。長い毛だけっていうよりは、その中の見えないところを一本一本をしっかりさせないと本当のツヤって出ないんですよ。そういうことでこういうやり方をしてます。でこのモモンガが結構そういう張り腰出してくれるんで、手のくるぶしぐらいお湯をためたら、タオルを使いながら全体にこのようにくぐらせていきます。はい、しっかり全体にタオルを使ってなじませていきます。ネープの方もしっかりやっていきましょう。でタオルで、このようにつけたら、中間から毛先の方にこうしごくような感じで、全体になじませていきます。でここはね、しっかりモモンガトリートメント流してください。このあとピンクスパイダー使うんですが、高濃度に残っていると、高濃度の状態だと反応しすぎてしまって、ピンクスパイダーがですね、ちょっと奥に入らない、毛髪の奥の方に作用しなくなるので、しっかり流してからピンクスパイダーを使ってください。こちらのピンクスパイダーもお湯と一時で割ってるんで、結構少ない量でいけます。でより、穴埋めをしていきたいので、お湯をちょっとだけ溜めながら全体に、ジャバジャバとこうなじませて、くぐらせていきます。はい、これもね、手のくるぶしぐらいまでお湯を溜めたら、全体にタオルで全体の穴埋めをして、整えていきます。はい、頭の丸みに合わせた状態でしっかり全体になじませてい、くのがポイントです。はい、このような感じですね。でネープの方もタオルを使いながら、なじませていきますね。はい、でしっかり、水とピンクスパイダーを反応させながらやっていきます。で最後はタオルでくるんで全体をしっかり流していきます。
はい、このような感じでくるんで、全体にお湯をくぐらせて、残留しているものを全部取っていきます。このような感じになじませていきます。はい、少量のリンスをつけます。そうするとすごくつるっとなりますね。はい、まるであのうなぎみたいな感じで、今ちょっと見えると思うんですけれども、コーミングをしていくとかなりツルツルになるんですね。この時点でここでねやっていただくと分かるんですが、手触りがもうめちゃくちゃいいので、こんな感じですね。ツルンと、はい、うなぎみたいな感じですよね。こんな感じになります。はい、ツルツルですね。しっとりサラサラみたいな感じですかね。で、ムササビクリアコートをつけるんですけれども、こちらはあの水溶性のシリコンですね。はい、このようにシリコンつけないと、ダメージしてる髪っていうのはあの綺麗に見えないので、ノンシリコンとかいろいろありますが、かなりあのこちらは必要です。はい、ここは結構ね使っちゃいますね、こういうあのシリコン系とかも。はい、長持ちしないんでね結局ね。はい、こんな感じでやります。しっかり、なじませて、しごくとこういう水、白っぽい水が出てきますんで、全体になじませていきます。これはね、フィンガーコームっていうものを小指にはめてるんですけど、スライス取るとき楽なんでおすすめですよ。はい、こちらはアイロンの入れ方ですね。上下に軽く振りながら毛髪内部の水分を飛ばしていきます。はい、でアイロンをですね少しパカパカしながら水を抜いていきます。はい、こちらがアフターの状態ですね。先ほど言ったんですけれども、中の見えない生え変わりの毛とかをまっすぐ綺麗にこれ今なってるんですけれども、そういうところを張り越し出していくことによって、このような綺麗なサラサラしっとりの感じが作ることができます。ご視聴ありがとうございました。